一戸建ての浴室をリフォームしました。脱衣室の壁紙を4面と床を張り替えたら、洗面台まで新調したくなったので DIY で交換しました。せっかく新しくするので引き出しタイプにしました。ボールは陶器じゃなく人工大理石にしました。鏡は引き続き3面タイプで、中央は曇り止めコーティングタイプです。前からつけていた脱衣室ヒーターは引き続き使用。同時購入なら浴室のリモコンに統合できたのですがね。上の鏡部分を外します。棚の中に4箇所、その下は2箇所ネジがあります。上の部分と洗面台の2分割タイプなので、6箇所のネジを全部外さないと上が外れないタイプでした。裏にコンセントがあるので外します。下の部分です。左右に固定用ネジがあり、壁に固定されています。排水部分を隠している底板を外します。どうやって組み立てたのか全く覚えていません。止水弁のところから外すのが正解でした。白い丸いカバーが抜けないので元栓を閉じて止水弁を外しました。手前に引くと外れます。外部に追加していたコンセントを外します。作業には電気工事士の資格が必要です。私は社会人になってから電気工事士の資格を取りました。自分で取り付けた可動棚のレールを取り外して壁紙屋さんの作業待ちです。新しい洗面台が届きました。取り付けの1週間前に製造された出来たてのほやほやです。昔は陶器だったから上下逆さまにしていたのですね。洗面台は固定のため壁に押し付ける必要があり、幅木の分ここをカットしないといけないので好都合です。幅木のサイズを測定します。
カットします。排水口位置を測定します。排水パイプのための穴を開けます。まず細いドリルでセンターに穴を開けます。この板は裏返しについていて、裏表逆に穴を開けてしまいました。止水弁を外します。古いシールテープは除去します。温水と水を取り入れる穴を開けます。シールテープを巻き付けます。回転させるのでほつれないように巻く向きを考えます。ホースを外すときに水が漏れないようにするのに上向きがいいようです。カバーを忘れていたのでやり直しです。ここの穴が開いていると冬冷気が入ってくるので塞ぐと良いです。左はカットしたものを取り付けました。
ちゃんと抜ける位置があります。この操作弁は水だけ出る部分でカチッとするようになっているので固定位置を決めます。プラスチックのナットなので、挟む部分がプラスチックのプライヤーを使います。シャワーホースのストッパーを固定します。古いのはネジ止めでしたが、これは爪で固定です。出せる長さを確認します。壁際の隙間から水が垂れていかないように白のエプトシーラーテープを貼ります。壁に押し付けます。径が合わないので付属のパーツを使います。シャワーホースと止水弁の位置がかぶって、
シャワーホースを出し切ると扉を開けて引っ張らないと元に戻らないことが発覚しました。最悪です。混合ホースを連結します。古い洗面台と同様、下は左右2箇所で固定します。幅気分隙間があるのでプラダンを水割れも兼ねて設置します。脱衣室にヒーターをつけているので根元から電気を引きます。コンセントを追加するため穴を大きくします。洗面台付属のパーツです。このパーツは排水管が床から出っ張っているようです。ホームセンターで買ってきました。隙間があるのでエプトシーラーで塞いでいきます。床下からの冷気をとにかく遮断です。底板と排水パイプをはめ込んでいきます。
新しいのは3分割されています。横に白のエプトシーラーを貼っています。上側を一旦乗っけるので養生します。コンセントを挿しています。コードが挟まれてなかなかむずいです。上側は4箇所で固定します。水を流してホースの中を洗浄します。ホースの中の異物がフィルターに引っかかっている可能性があるのでチェックします。異物が引っかかっていました。
元の穴は埋めていないので探れば分かり、右側は難なく元に戻せましたが、左側が分かりにくいです。あらかじめ測定はしていましたが、壁紙のボコなのか穴のボコなのか判別しにくいです。穴のボコなのか水準器を使って水平チェックです。元に戻りました。動画は撮っていたので要望があれば制作動画を作ります。浴室に入るとき、あまりに邪魔だったらここは切り落とします。使用している材料や工具類、動画で説明していない製作段を概要欄に書いていますので、合わせてご覧ください。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。